ゼルダゲームチャンネルへようこそ。今回も 2D ゼルダライクゲームのオーシャンズハートの続きをプレイしていきたいと思います。そう、なんかね、探し物をするらしいんで調べるっていう調査だね。うーわおいおい、そのさ、あの紫のやつ回復って勘違いしてしまうんだよな。絶対許さねえ。お20クラウン、ほらねえ、あるわ。もう徹底的に潰しにかかってやる。これは戻れるって感じか。これ魔法の回復速度とかも上がると良さそうだね。やば、あ、トキワさん雑誌、三雑誌も回復、いや違う、素材だね、クラフト素材だ。えいもう先に潰しにかかってやる。もうそんなやつには。意外とね、ライフ高いからね、あいつね。いいね、ここ。めっちゃ回復手に入る。あー、そこ入る感じ。こっちは？お、なんかいる。あ、くそ！まさかここにいるのがバレるなんて。あんたまさか、浅瀬の海賊の仲間じゃないでしょうね。違うよ、海賊から隠れてるの。ええ、鍵を盗んで、あいつらが作った砦の中に閉じ込めてやったの。ああ、泳ぎはしないしね。泳ぐのは無理でしょうね。でしょ？泳げる人なんて一人も知らないもの。あいつらも運があるかと。ええー、泳げない世界なんだ。向こう水の計画だったかもしれない。鍵を盗んで以来、あいつらが脱出用の橋を作らないように、ここで見張ってるの。またじゃあ、懲らしみに行ってあげましょうか。そうすれば、ここでずっと待っている必要もないでしょ。まあ、それはいいやんね。やったー。砦の鍵だって。まあ。痛いんだよな。砦の鍵か。ここなんてところ？いなかったの？旅人かい？古い祠に興味がある人なんて今時いないと思ってたよ。お宝を漁りに来た海賊かい？それとも腕試しに来た化け物退治に来た若き戦士かな？私は古い祠に興味があるの。この祠は何に使われていたの？出花の木から生えた若木を頭皮の岬の祠から人々に届けていた。さらにここは王の墓、王のお守りがあった。嵐を通過して宮殿に行くのを許可するため、ヘロンに与えられたものさ。僧侶たちが大洪水で亡くなった後は、僕の先祖が王のお守りを守り続けたんだ。祠が腐敗して森になってからもね。だけど、海賊が祠を荒らしにやってきたんだ。奴らは王のお守りを盗んだ。僕は今もここにいるけれど、正直自分でもいる理由がわからないよ。それは大変だったわね。実は私はその海賊を追っているの。奴らは砂時計の旗はあげてなかった？ああ、砂時計の仕事だった。はあはあ、奴らがここを芝するとき、船が一隻岩に激突して難破したんだ。祠の奥深くまで行くといいよ。ただ、モンスターには気をつけてくれ。この場所は日に日に危険になってきている。そうか、船調べるらしい。あ、この青い花は何ももらえないんだね。あー、それで今のやつがいるって感じか。あー。なるほど。いや、違う気がするな。ポチッとな。うん、違う鍵だもんね。この子が本当わかんないな。イエーイ。あ、やっぱ倒せるんだ。あ、鍵ゲットこんな簡単でいいの？じゃあ中入ってみようか。あ、あこれはしんどいやつや。
大丈夫かな。右側も行けるけど、まずは左から。おお、そのさなんでなんでなんで、今攻撃絶対当たったよ。ちょっと待って、当たってたよね。よっしゃ。しかも跳ね返る仕様なんだ。あ、すごい、回復がいっぱい。これはありがたい。意外とあれだね、回復落ちてるけど、その距離で攻撃はダメでしょ。ひどくない？入った瞬間攻撃とか効いてないって。これ右側行こっかな。あ、これぐるって回った感じ。はい、おい、ほら、ほいでも開かない。うわ、でかっ。あー、ここ繋がんのか。これは鍵探す必要あるね。これでオッケーかな。あー、はいはいはい、ショートカット、ショートカットできて、こっちはいけない。いいね。あー、ボスっぽいの出たね。え、え、ボス魔法当たんない、もしかして。まあでも剣が強いからね。はい、余裕剣強いから余裕、余裕ね。下やった。これパワーアップ系の宝じゃない。出花のバリアを手に入れた。こちらに飛んでくる発射体をそらす魔法だ。使用にはわずかな魔力。はあ、ちゅうことは、瞬間だったか。いや、瞬間ってめちゃくちゃ難しいよ。あ、なるほど。なるほど。これで行くんだ。うわー、あ、え、それ卑怯じゃね？ほら、ほら、ほら。いてぃ。ほら、そう、剣が使えないのがもうチュートリアルですね。ちょっと待ってね、体力が1上がった。よし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 、順調。なんかでも魔法が使えるの考えると、ほんとリンクとゼルダを合わせたような感じだよね。さあ、ここからダンジョン。あれ、ダンジョンじゃないの。9月15日についに黒ひげが言ってたお守りを見つけた。やっとアジトに帰れる。だがその前にフライヤー蒸留所に立ち寄って祝い酒の注文だ。お守りを発見した海賊団に捧げる羽衣最高の一杯を。羽衣に向かったみたい。羽衣ってなんかあったね。羽衣になんちゃらかんちゃらみたいな
あったな。そしたらクエスト次は蒸留所は羽衣島にある。そうだね、イカダに乗り行こっか。イカダだったよね確かね。さあまた来た、羽衣のところに来たね。おじいちゃんおじいちゃん、もういいの勝手に乗っていいの。あ、勝手に乗っていいみたい。あ、これ絶対落ちるよね。絶対落ちそうだよね。これで着いたの？うん、勝手にやっぱ乗れますよ、みたいな話だけか。さあ、新たなマップ。奥平分は上、東右の方か。できればね、おお、カタツムリさん舐めてたわ舐めてたわ。やばいね、敵が強いっていうかしんどいあー、こういう岩も持てるようになったわけか。入れないんだ、最近の火山ドリームキャノンの秘密基地。ダッセー名前だったな、ドリームキャノンダサい名前だったな。夢大砲でしょ、だってなんかやばいのが出てき始めた。いや急に強くなったね。大変。え？ほぼ一発でやられるんやけど。あー、これ強化必要だな。これやばいね、敵。痛い、地味に痛いんだよな。そっち行け、そっち行け、よし、目玉、目玉リアルだな。お、なんだここ人の家っぽい。いや、貯蔵庫、蜂蜜ワイン。ここはアジサン草貯蔵所。はははは、酒場で出す蜂蜜汁が欲しいのかい。平和センターの子だろ、その力貸してくれないか。ボスのマイケルさんがスズメバチの蜂蜜欲しがってる。で、スズメはとても危険だ、無茶をしろと言わないが、もし沼地のどっかで蜂蜜を見かけたら、ここで持ってきてくれないか。オッケー。これはメイン？いや違うな。あー、あれ沼地に来てるから俺違うところに来てんのか、もしかして。
あでも蜂蜜買ってあげますよって言われたから、ここは？あカルロフか、いやカルロフじゃないな、あーやっぱあるんだな、こっちじゃなかったと。いてぃ、あ、羽衣村だ。よかったよかった。合ってた合ってた。よし、じゃあ酒場行こう。あ、ここら辺っぽい。どうも。聞きたいことがあるわ。旗に砂時計を掲げた海賊団を追っているの。あんたちのやつなら居場所を知ってるんじゃないかと思って。砂時計団か。あ、彼らは常連だよ。彼らの味とはここからそう遠くはないはずだ。正確な場所はわからない。ジャラに聞いてみてくれ。彼はジャニパー来たってずいぶん前になるな。ほら、鍵持ってきな。北東にある。鍵くれたって。ああ。あ、で、これ、次に移るんだ。ああ。もう少しだって、アジト。彼は船のドック着に気立って何それ。探すか。ジェニパーだっけ、こっちだね。一体これほんと引っかかる。なんかさ、めちゃくちゃ攻撃吸い込まれていってるよね。おい、痛いなぁ。めっちゃ走っていった。めっちゃ走り抜けていった。どこまで行った？あそこまで行ったの。ほら。うわぁ。え、あれ雑魚的じゃ、雑魚的じゃ中ボス的なもんじゃなかったの？マジか。うわぁ。それは聞いてない。強いんだって、敵が防御力に上がって、これか、しかもやべえな、に上がってこれだよ。いて、それ卑怯じゃない？寝ればオッケー。鍵ゲットー。開けてやるよ。よかった。モンスターを退治してくれる人が現れるのをずっと待ってたんだ。1日半か。まだ1日半か。私はティリア。実はあなたに聞きたいことがあるの。砂時計を売っているんだけど、奴らのアジトの場所知らない？あいつらのアジトはキングタウン島にあるよ。普段橋は閉ざされているね。秘密の入り口があって、古い地下墓地から通り抜けられるんだが、鍵があれば熊の像の近くの一番左の柱にある秘密の鍵穴から墓地を降りられる。おう。確かオリンが持っていったはずだけど、海賊に盗まれてしまったね。とりあえず僕は蒸留所に戻るよ。はあ。これ、あれか、情報を得ただけってことか。ラベンダー。ラベンダーゲット。まあ、とりあえずなんかその左下の方っていうか行ってみようか。はい、やってきました。なんかね、東にあるイカダに乗れっていうことだったんで、はい、ちょっとイカダに乗ろっかな。なんか熊のやつはその先の話みたいだね。さあ乗ろう。さあのんびりとね。で、キングダウンっていう村に今から行くみたい。え、ここ？ここでいいの？あ、いけたいけた。ナンパリーフ。うわ、こっからさらに進むんだ。
雷鳴ってるし、幽霊いるし、はい、あ、やばいやべえやつやったわ。イカズチ強いけどな、通れない。七味移動はちょっときついね。やってて斜め難しいよ、こういうゲームの。あ、キングダウン等ついた、早っ。え、もしかしてこれのこと？なんかある。てか爆弾も買いたいんやけどね。あれ、あ、いたいた。うわ、いて、あー、なるほど、こっちに繋がるんだ。へえ。戻る。痛い、もう痛い、普通に痛い。回復して、あー、通れないか。一番左だったよね。鍵穴がある。海津売りからもらった鍵を差し込んでみる。はい、おお、普通に開いた。あー、で、この中を攻略していくわけか。よしよし、じゃあ今回ここまでにしましょうか。はい、ということでご視聴の方ありがとうございました。まあ、こっからがなかなか大変だろうね。まあ、ちょっとずつ攻略していきたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。